皆さんこんにちは、ファンテックチャンネルです。今回はですね、現場での修理、修理っていうほどじゃないですね、クローラーがね、今回ね外れてしまったという連絡を受けて、こんな感じになってますね。よくありますよね。こんな感じでこの、クローラーをね、またね取り付けていくという今回のね動画にしていきたいと思います。というわけで、早速ね始めていきたいと思います。とりあえず機体を上げましょう。よし、とりあえずね、こんな感じで機体を今上げて、そしたらこれですよね。これをね、ちょっと緩めていきましょう。よし、機体の片手。これニップルね、完全に外さないと、ちょっとね、このアイドラーが縮みづらいので完全に、はい、このように取っちゃいましょう。通常はね、このクローラーの、重さでね、緩めるだけでスーッとね、ニップルをね、このニップルを緩めるだけで、このクローラーの重さでね、スーッと、このフロントアイドラーのシリンダーがね、ぐーっと縮む感じなんですよ。今ねこの感じで外れちゃってるので少し叩きます。ちょっとね少しずつ縮むので、これねしっかりね縮めた方が入れるとき楽ですからね。ここと この間くっつきますから、そこまで。よし、OK。はい、これがこのようにね縮むとね、はい、このように、はい、おもらしがあるので、これをね、よいしょ、取っておきますか。よし、これね、よし、あら、はい、こんな感じで。そうしましたら、これニップルねまたつける前にしっかりね綺麗にしていきましょう。カメラ持ちながらなんでね、やりづらいんですけど、古いグリスの塊が。泥が詰まってるので、こんな感じかな。よし、OK。そうしたらですね、今度はシリンダーの方ね、こっちのね、機体ね、汚れを、これを落として、こんな感じで。このようにですね、中に、泥や砂がね、小砂利がね入らないように、こっちもね綺麗にしてから、またね、はい、このニップルを取り付けていきます。よしよしよし。
よし、はい、グッ、ゲット、はい、こんな感じです。はい、まあとりあえずね、今回はクローラーね、内側に入っちゃってる感じなので、まあ外しますか、一回ね。よし、よっ、さすがにね、片手じゃないんだ。よっ、よし、これで、よっ、よっ、だから、取り付けていきましょう。ちょっとさすがに片手はきついな。これ置けばいいのか。よし。じゃあね、取り付けていきますか。最初に今回ねスプロケ側にちょっと何だ、表の片手、よっ、これまず第一段階。そしたら真ん中のねローラーの上に乗せる、これ第二段階ね。そしたらですね、あんまりねこれね機体高く上げすぎちゃうとね、もちろんこのクローラー、上方向に引っ張られてね、入れるの難しいですからね、できる限り、これをね下げていきますか。よし、これをよっ、バール代わりのこのタイヤレバーあるけど、これも使ってないですからね。まあこの状態でできる限り、まあ、足でね寄せておくと、はい、でねもう一回上げるという、これ上げる、まあ、そうするとね入りやすくなりますからね、クローラーのね重みを少し、利用しながら、ゆっくりねこのように回してあげると、はい、多分もう入ってると思います。はい、このように、はい、このようにね装着、アイドラ側で切ります。はい、スプロケ側もしっかりできますね。よし、これでね、はい、糸を、取り付くことができたので、あとはね貼っていきましょう。しかし今日はね、かなり暑いです。これねグリスポンプでこんな感じでちょっと片手
手でやるのはちょっと難しいので、まあ、こんな感じで入れていきますからね、まあ、そうするとこのアイドラーがですねグエインって伸びてですね、クローラーが張るというわけですね。これね今この位置ですけど、はい、次のカットではねもうちょっと伸びてますから、はい、ここから、ね、入れていきます。はい、というわけで今ねこのグリスポンプで張りました。どうですかね、まあ、こんな感じでアイドラーがねこの中にシリンダー入ってますから、あのグリスシリンダーがで、こうやってアイドラーが押し出されるっていう仕組みです。はい、こうやってね張りはねとりあえず目いっぱい張ってまっちゃって大丈夫です。緩みますから。これでね一回エンジンをかけて、これね2人いればね、2人いて携帯をね手に持ってなければこれ楽勝ですから。はい、よし、エンジンかけて、ね、着いたらね必ず回してください。こんな感じで回した後にね、まあ、もう一回見てもらうと、ね、このようにねさっきより若干緩むというわけで、まあ大体ねちょうどいいんではないんでしょうか。はい、こんな感じで張りすぎにはね注意してください。こんな感じかな。でね外れた時ねついでにねまあ亀裂が入ってないかとかはね確認してください。亀裂、まあ、これは、まあ、これぐらいは、いいとしてこうやってねまず、外部外側にね亀裂なんか入ってないかなっていうのをね必ず見てください。内側からもね亀裂入りますから、ね、見てもらって点検ねしてもらえれば、いいかなというふうに思います。はい、というわけでね今回はクローラーのねこの取り付け、すごいね簡単なんですけどかなりね危険も潜んでいます。作業するときは必ず2人以上で、作業するようにしてください。無理にねバールでグイグイ、走行モーター、クローラー回しながらグイグイとかね危険な場合もありますからね、うん、くれぐれも注意して、作業してみてください。まあこれね参考にしてください。俺もね少し腰が痛いんですけど、あまりね体を痛めない力を使わない方法でね本当はねこの下になんだ段ボール持ってくるとね、クローラーが滑りますから、もっとねやりやすくなると思います。はい、というわけで あとね必ずね片一方外れたら片方もね必ず、上げて緩みがないかとか点検してください。はい、以上、こんな感じで40台以上のクローラー交換現場からお伝えしました。それではまた。